はい、チーズ。あ、間違えた。こんばんは。好きな落語家は三遊亭。あ、三遊亭じゃないな。新潮です。としひろです。なんだこれ。ここ最近の始まりはちょっとよくわからなくなって、私何を言うか忘れちゃいました。せんちゃんです。そうなんですよな。でもな、新章新章、それから炎上とかね、最近お風呂入りながら書けるんですよ。おで落語ね、面白いんですけどね。はい、うんうんうん、今日全然その話関係ないんですよ。全く関係ない。全くでございます、うん、でもこのコアトコのこう出だし冒頭っていうのは本当に思いつきとインスピレーションと、はい、怖いもの知らずで通ってますけど、はい、これね、俺聞こうと思ってたことがまた一個あって、はいはいはい、前の時に、俺が熱を出すと必ず見る夢があるっていうパルテノン宮殿の、はい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 、あの時の動画を見返してみると、はい、なんかその食いつきがちょっといつもと違ってたんですけど、はい、あれはなんかちょっと驚いた風にも見えたんですけど、はい、あれなんで、あれはなんか僕の何かに反応したんでしょうね、うん、いや、せんちゃんが本当ですかっていう、なんかそのそれ以前に知ってた情報と照らし合わせて今ガッチがいったみたいな顔だったんですけど、なんかまた俺の後ろとか横とかについてるもの、そうですよね、多分そうだと思います。まあその時もね、もしかしたら昔の全然性かもとかっていう、ね、はい、話もしてたんですけど、うん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 、そうですね。でもだとすると宮殿の地下に埋められる俺の前世ってなんか何なんですかね。悪いことしたのかな。まあ悪いことはしてないんじゃないですか。でも多いですよね、昔はね。へえ。と思います。おお、なるほど。まあ、できればね、死んでから埋められたいなとは思ってるんですよね。ああ、そうですね。生きてたらね、まあでもそういう苦しいっていうのは夢だから、何なんだろうなっていう。そうですね、うん、まあ昔は多いっていうのは聞いたことありますよね。あ、うん、弱っちい人だったんだね、じゃあ俺は、うんうん、弱くなくてもタイミングに、あ、タイミングね、なるほど。ということで、はい、ということじゃないんですけど、はい、前回ですね、UFO 目撃事件ということで、はい、いろいろとね、私があのコンビニ袋を見たとか、はい、あの光る玉を見ただとか、はい、いろいろ言いましたけど、はい、それをこういろいろこう検索しているところで、諸山市で起こった UFO 目撃事件っていうのにぶち当たりました。これがですね、発生したのが1981年の8月16日、はい、でその次の日の17日の埼玉新聞と、読売新聞の埼玉版に、記事が出るというそのスピーディーな展開にですね、埼玉県の UFO 事情はここでガラッと変わったと言ってもいいという感じに、そうですね、はいはい、なりました。で、その、まあ、1981年というと、まあ、80年代というとなんか聞こえはいいんですけど、もう40年も前の話なんですよね、はいはい、だからあの正直ですね、まあ、新聞そのものはもう探すのが結構大変でした、うんうん、でまあ手っ取り早くと思ったんで、あの国会図書館行ったんですけど、はいはい、で国会図書館に行ったら埼玉新聞はありましたと、うんうん、でそこでコピーを取ってもらって、うんうん、でそしたらそのじゃあ読売新聞って今度探したら、その1981年の8月号の縮刷版っていうのはあったんですよ、はいはい、でもそれってで国会図書館なんで東京都だから東京都民版の縮刷版だったんですよ。でいや僕が知りたいのは埼玉版なんですけどって言ったら、うん、いやないですね、国会図書館に、所蔵してあるのが1985年までなんですよ、廃棄しちゃったんですかね、うん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 、だからそれでじゃあそうするとどうなりますかって聞いたら、こう埼玉県内の図書館だったら、そういうそれその地域版をね、うんうん、所有しているとこあるかもしれませんよと、うんうんうん、
って言って、まあ、ネットで調べたら、まあ、なんかちょっと埼玉市の私立図書館にありそうなんで、うんうん、浦和の、新しくできたビルあるじゃないですか、映画館とか入ってる、あそこに図書館も入ってるんですよ、はい、でそこに行って聞いてみたら、はい、あのその日付の読売新聞ありますかって言ったら、ありますって言って、ほうほうほう、でそれ多分出されてきたら、それ俺が国会図書館で見た都民版じゃねえかよってことで、うん、これ都民版なんですけど僕みたいの埼玉版なんですよって、はい、って言ったら、そこの職員の人がちょっといろいろネットで検索してもらって、大宮の図書館にもしかしたらあるかもしれないですよって言って、うんうん、もうじゃあすぐ行こうと思って行って、うん、で聞いたらありますって、もうそこはね、あの縮刷版じゃなくて本物を切り取って、なんかその埼玉版だけをあの製本にして、でストックしたっていうのが残ってて、はいはいはい、それをあのコピーして持ってくることができました。一応これがその、国会図書館で、コピーしてもらったやつですね、はいはい、でこっちは、読売新聞の埼玉版、はい、両方ともこの目撃した人が、描いた UFO の絵っていうのがね、写真で撮られているわけなんですけども、はい、概要としてはですね、朝、草刈りをするのに出てきたこの目撃者が、まあ、その畑の上に浮かんでいる UFO を見たと、うんうんうん、朝の6時ぐらいというところで、うんうん、でその後、まあ、知り合いの人が何人か通って、あの新聞配達のおじさんとか、はい、まあ、一応3人ぐらいで目撃で、その後ちょっと気味が悪いからって言って、まあ、帰ろうと、でそれで、うん、家にいる息子さん夫婦に今ちょっと変なの見たって言って、どれどれって言ったら、うん、その、まあ、山の向こうに飛んでいく、遠ざかっていく物体を見たと、はい、ということで一応5人の目撃者がいるということなんですよね、うんうん、でこれのすごいところは、まずその前回俺が見たとかって言ってるその光ではなくて、もう確実に物体なんですよね。で、それについて、これもね1年しか経ってないのかな、1982年の UFO と宇宙っていう、はい、当時の専門誌、これも僕も中学校の時買ってましたけどね、うんうん、これにその埼玉県のっていうところで記事が出ています、うんうんうん、取材をしたのはミスター UFO とも言われている八尾一さんですね。でいろいろと、でこれがまあこの挿絵の通りだとすると、俺ちょうど現地に行った時の、写真と全く同じ場所にロケーションで、立つことはできました、はいはいはい。割と田園地帯 というのは田園地帯で、まあ、自然が残ってて、天気も良かったんでね、あの向こうの山の上の方で UFO 出ないかなと思ったけど出ませんでしたね。でこれ記事を読むと、電柱の上あたりに浮かんでると。でまあ、僕が行った時にも現地あの電柱があったわけですけど、はい、電柱ってね、でもファッと見た感じ8メートルとか10メートル以内ぐらいの高さだと思うんですよね、はいはい、だからそこの上にその取材の言葉を借りるとすると、なんかトラックが浮いてるような感覚という大きさの目安として、相当間近 でそのこの目撃した人はその UFO の下の部分にこう網目模様の模様がついていると、はいはい、溝ですかって、いや溝じゃなくて模様みたいな、そこまで見てるんですね、うん、だからこれはっていうところで、でこの UFO と宇宙1月号にその話が出てるんですけど、はい、実はその後3月号にですね、その続編ということで、はい、この八尾さんがですね、ちょっとここはなんかあると、うん、でなんか途中ですごい怖いって言いながらも知らない間に近づいてたらしいんですよ、あこの人が、はいはい、で普通なんでそんな近づいたんですか、いやわからないとっていうこのコメントに違和感を感じた八尾さんは、うん、まあ、うん、対抗催眠と、
というものをかけて、その催眠状態から当時の記憶を掘り起こそうというふうにするわけです。そうすると、犬みたいなやつ、犬がいるっていうふうにして、これがその描いた絵なんです。その催眠中に描いたと呼ばれる絵なんですね。でこれを見て、まあ、これはアブダクトされたんじゃないかと、連れ去り事件というようなところで話を、まあ、終えているっていうのが、まあ、ざっくりとしたあらましなんですね。だからこれが、まあ、その矢部さんがここの記事で書いてるのは、アメリカでそのこう連れ去り事件の被害に遭ったと言われている人の話と、まあ、酷似しているというところでね、ただね、面白いのがね、この目撃した人、このあと自分家の敷地内に祠を建てるんですよ。はい、で気味が悪いから、はい、って言って、だからそのまた見たいですかっていう質問に対しても、もうあんなの二度と見たくないっていう、そのすごい嫌悪感をすごく出して、で、まあ、まるでそのなんかそのたたりに会いたくないじゃないですけど、そういうのも込みで家の敷地内に小さな祠を建てたっていう話があって、俺が見た感じだと、この子そんなに嫌悪感、まあ、恐怖っていうのはもしかしたら恐怖かもしれませんけど、でも、まあ、連れ去られたことを覚えてないわけですからね。そうですよね、だからそこら辺の、ね、こう対応がね、ちょっと普通とは違うなっていう感じがしました。はい、そうですね、なんか UFO に連れ去られた方たちって、本当になんか、あ、 UFO を見た、でもなんかその時の時間、空間が急に時間が移動してて、あ、大人になって、もしかしたら連れ去られてたかもぐらいなので、そうなんですよね。だから、まあ、その不思議とかはあっても、ここまでその体験直後にその嫌悪感を示すっていうのは、ね、だって変な話だけど、まあ、宇宙人がいたとして、はい、で宇宙人と接触した人がいて、でその人たちは宇宙人は、ね、非常に友好的ですよみたいなことを言う人もいるわけじゃないですか。だからそう考えると、ね、ここはその点が、ね、ちょっと、稀なケースかなっていう気はしております。でこの対抗催眠っていうのが、まあ、この1980年代あたりだと、まあね、まあ、ちょっと眉唾かもしれないけど、割となんかその精神医学的なところで信憑性もまだありそうな部分なのが、今だとちょっとそれどうなのっていうところもあって、今はこの対抗催眠のこの情報っていうのはどうなんだろうっていうふうに言ってる人もいます。確かに、はい、でちなみに八尾純一さんフェイスブックやってるんですけど、はい、八尾純一さんフェイスブックでその自分が過去に取材した、はい、事件について、はい、ツイート出してるんですけど、はい、その中に今回のこの森山事件の話も、10回ぐらいに分けて話をしています。まあまあほとんどここに書いてあること同じ内容ですね。その後半のその、だからその対抗催眠でもしかしたら連れ去られたのかもっていうところまで話を突っ込んでるのは八尾さんだけ。でもここは新聞記事ですから見たまんま。そうですね、見たまんま。でもう一つ、今もインターネットとかでも活躍してますけど、はい、並木慎一郎さんという人が書いた、未確認飛行物体 UFO 大全っていう本にもこの諸山事件っていうのは、書かれております。絵とか、まあ、内容はほとんど同じですね、はい、で並木さんはこの八尾さんとは違って、その対抗債務云々のところには、触れていません。極めて貴重な第一種接近遭遇例と、第一種接近っていうのは見たってことですよね、はい、でこっちはもう、第三種ですよね、っていうところでちょっと見解の相違はありますけれども、でもこうやってがっつりした本、それから月刊誌、それから新聞、ここまで取り上げられるっていうのは、まあね、っていうところはありますよね。そうですね、
私もあの UFO は X ファイルとかね、はい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 、ああいう映画でしか、うん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 、ほぼそうですよね、はい、だからそこら辺これがあの、うん、心霊ものとちょっと違うのは、はい、心霊ものだと何つうんですかね、まあ口で伝播というか、はいはい、何かメディアに引っ張られるものじゃなくて、はい、まあ、だからこの前言ったフォークロアって話になるんで、うんうんうん、っていうのに対して UFO に関していくとだいぶその、まあ、あえて印象操作という言葉を使えば それは随分メディアがやってるなっていうことはありますよね。はい、はい、ありますね、うん、なんかいろんなね本当海外ものの映画ドラマ、いろんなものに対して多分この宇宙とか宇宙人とか、うん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 、宇宙船に関してはすごく教えてくれてるような気がしますね。ああ、なるほどね。シェイプシプターとか。ああ、はい、だからまあアメリカなんかではねそうやって情報操作して、うんうんうん、下地を作っといて、うんうんうん、いますよ宣言をするとかね、はい、そういうふうには言ったりもしてますよね、はい、なんでもしかしたらこの時代は日本も言おうかなって思ってたからここまで大々的に新聞で出たんですかね。ああ確かに、まあ、新聞社がこれを記事として出すよっていうふうに決めるのもね、そうですね、そういうもう上の立場の人だったらそういうね、はい、厳しい状況も加味してってことでしょうし、はいはい、そうですよね、うん、でこの時代の大体年齢の若い頃に宇宙船に連れられたっていう話をよく聞きますもんね。ああ、はい、ありますね、はい、この時代ですよね、うん、80年代確かに、はい、そうだからうん、まあでもそうですよね。今回はだからこの、はい、随分このメディアに助けられた部分があって、はい、で、まあ、まあ証拠って言ったら変ですけども、はいはいはい、そういう状況をね、うん、今この時代で、はい、40年近く前のことを資料を掘っていって、はい、掘ってくると出てくる資料があるっていうのは、はい、なかなか面白いかなっていうふうに、そうですね、まあ、思いますね、はい、うん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 、その資料を掘っていくとっていうのでは言うと俺実は多分この時代だと思うんですけど口裂け女、あれってすごくあれもテレビなんかで話題になりましたよね。そうですね、この時代ですね、うん、で当時はだってそれで小学生が集団下校とか、はいはいはい、でねその言う口裂け女のことについて書かれた本があるんですよ。ワニの豆本っていう昔小さいワニブックスっていうところで小さい本があって、はい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 、そこになんか一冊丸々だったかな、すげえ口裂け女のことをの情報が、それがね今ね探してるんですけどね出てこないんですね。あ、図書館、局会図書館に行けばあんのかな。もしかしたらあるかもしれないですよね。俺が覚えてるのはね、三軒茶屋で、はい、燃えろいい女を3回歌うと出てくるんですって。三軒茶屋で、うん、燃えろいい女を3回歌うと、へ、出てくるって。ほ、出てくるのはいいけどどうやって返すんだと思って。出てきてもね、うん、ポマードポマードポマードはポマードって言うと逃げてくるらしいです。ポマード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 、おー、なんか時代を感じる感じですけどね、うん、レコード屋さんに入ると中入ってこれないらしいんですよ。本当になんかそのレコードのキラキラした感じがダメなんだそうです。なんかカラスみたいですね、うん、そう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 。CD ねぶら下げてね、はいはい、うん、はい、だからそのね、その当時の認識として、はい、口裂け女ってのはこうなんだよっていうその資料をねぜひ入手したいんですけどね。でも確かになんか今回こうやって UFO もあったじゃないですか、うん、はい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 、どこかには眠っていろいろ出てくるかもしれないですね。まあまあまあそうですよね。まあでも国会図書館1回ってでも検索できるのかな。
もしかしたらできるかもしれないでしょ、うん、でもお寺に行くのすみません口先女のことを調べてるんですけど100メートル3秒ですからね、3秒だか5秒で走るんですよ。あ、絶対勝てねえじゃんって。そうですね、うん、あのでも口先女のやり取りっていうのはものすごくなんつうのかな、恐怖へのこうディレクションが強くて、うんうん、私綺麗って言って、綺麗じゃないって言うと殺されるわけでしょ、うんうん、で綺麗って言うと嘘つくんじゃないって殺されるんですよ、うんうん、つまり殺されるんですよ、うんうんうん、この絶望しかないっていうところが非常にこのなんつうんですかね、都市伝説としてはよくできてるね。これしばらくすると、私が広めたみたいな最初の人が出てきたりもするわけですよね、嘘か本とか。へ、で最初の記事はって言ってなんかね、週刊誌かなんかでやっぱあのもうちょっと西寄りの方でタクシーの運転手さんがこんな人を乗せましたみたいなのが、それをねラジオで喋ったかなんかで、そのスタート地点が割とねこう特定できそうな都市伝説なんですよ。だからまあ、それもあのどうして口先女は口先女になっちゃったのかっていうそのストーリーも いくつかあるじゃないですか、ありますね、三姉妹編とか、うんうんうん、交通事故編とか。私は交通事故編をよく、あ、うんうん、三姉妹は初めて聞きました。本当ですか。三姉妹編がいて、うんうん、上の二人のお姉ちゃんがもともとそういう、顔で、うん、で三人目だけ普通の顔で、で自分の顔に絶望した姉二人が一緒にするっつって、うんうん、っていうみたいな。ほう、俺ん家の近くの小学校ではなんかよく学校の周りを乳母車してるおばあちゃんがいて、はい、それがあの口先女だって噂になっちゃってみたいな話も聞きましたけどね。確かに、うん、いろいろ言われてましたよね。そうなんですよ。あれもだから相当な、まあ、社会現象になりましたよね。確かに、うん、だからそうするとなぜそういう話が出てくるのかっていうところもまた一つ誰かが仕掛けたかもしれないわけ。そうですね。そうするとね、やっぱこの80年代っていうのがやっぱいろいろ、そうですね、うん、ある時代なのかなっていう、あったであろう時代なんでしょうね、うんうんうん、だって80年代だからさっきも言いましたけどもう40年50年経つよみたいな、はい、そしたら四半世紀、はい、あ半世紀か50年経てば、うん、でそのぐらいだとね、まあやっぱり忘れ去られていく。俺もその森山の UFO 事件なんて一回も聞いたことなかったし、はいはいはい、俺も何だったらもしかしたら これ当時買ってたかもしれないですからね。でも全く、まあ、その時はまだ子供だったからまだ諸山って読めたかなっていうのもあるんですけど、はいはいはい、そういうのがねやっぱちょっと、うん、そうですね、私も5歳ですね。だからまだまだ、うん、だからそう考えるとね、だから今回でもだからあの、はい、この資料を探っていくストーリーが、はい、自分の中にあって、うん、そこも込みでいくと、まあ、結構あの良かったなっていうか面白かったなっていう。やっぱ結局そうやってこう、まあまあ、じゃあその話がまた心霊に戻りますけど、はい、心霊話的に言うと結局幽霊の話っていうのは、時間の積み重ねが生んでいくってことがあるわけじゃないですか。はい、ありますね。だから80年代の話が例えば90年だったらまだ10年しか時間が、はい、こう現象は一つ変わらないとして、はい、やっぱ40年経った今だからこそ、うん、その何て言うんですか、その現象の価値が変わってくるというか、はいはいはい、そういうところってあるような気がするんですよね。確かに、うん、ね、だからこうどうなんでしょうね、心霊と UFO って近い、うん、そうなのかもしれないですね。だからそのなんか、うん、UFO のいわゆる宇宙人っていうのが、うん、もしかしたら幽霊、うん、で幽霊が宇宙人なのかもしれないですね、うん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 、まあ、わからないですよ、うんうん、でもまあ例えば幽霊がいて、うん、
例えば触ることができない、はい、見える人と見えない人がいるなんていうのを言うと、ね、今風だったらどうとでもこう、はい、科学的な理論をくっつけることもできるじゃないですか、はいはい、だからねそういう時代にこう一回分離したものがもう一回融合する時が来るのかなと、はい、そうですね、うん、なんかこうここ最近このもう何年ですかね数年、うん、この UFO に関しても、うん、心霊現象に関しても、うん、有効的っていう言い方変ですけど有効的になってオープンになってきてる気がするんですよねっていうことはこの本当に 4,50 年前の時ももしかしたらオープンにしようとしていてでも今回はそろそろオープンにしてもいいよっていう時代に入ってきてるから身近にどんどん現れてるのかもしれないですよね。あの前回の UFO かもしれない、うんうん、そうですよね、はい、動画に関してもそうですし、うんうん、だからそこら辺がね今後我々の目にどういうふうに映っていくのかっていうのは、はい、あの一つのねこう狙い目って言ったらいいんですけどになるかなっていう気はしております。そうですね、うん、こうUFO を呼べる人っていうのいるじゃないですか、はい、世間にはそうですねその人どっか知り合いでいないですか。なんか噂で聞いてるのはこの FM ルピナスの某そうですね番組の方が呼べる呼べるんでしたっけ UFO ですか、うん、呼べるんじゃなくて見ちゃう読んでるわけじゃない見ちゃうんですね。でもじゃあね見ちゃうってことはよ読んでる一緒にいれば見れちゃうか見れちゃうかもしれないですね。俺やっぱりね昼間光じゃない形で確認したいな、うん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 、だからあのやっぱ見えるところ行けば必ず出るっていう心霊スポットがあるのと同じように行けば間違いなく見えるっていう、うん UFO スポットってあるような気もするんですよね。やっぱ通り道っていうんですか、交差点で人が多く通るのと同じようにそうですよね、うん、そこら辺の情報もねちょっとこう合わせて、うんうんうん、まあ実はあのこの後あのまた番組用にねいろんなとこ行った話もありますので、はい、ちょっとそこら辺を散りばめながら、はい、またもう春ですけどねそうですね、やっていければなと思います。はい、はいだいぶいい時間がやってまいりましたので、はい今日はこの辺に、したいと思います、はい、もし UFO に関する何か、お考えとか目撃情報とかありましたら、ぜひ、この YouTube のメッセージでもいいですし、私のコアトコの Twitter アカウントもありますので、はい、そちらにお書きいただいてもいいので、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回会いましょう、はい、さよなら。ありがとうございました。